しのキリスト教会の山田泉です。今日は11月19日、ご一緒に学びます聖書は詩編の18編20から30節です。今日のテーマは御言葉の道に歩めば神に似ていきますというテーマです。昨日から詩編18編が開かれています。3回に分けて学びます。今日はその真ん中の部分ということをご一緒に開いて読みます。ダビデが王様となるにあたり、最大の彼の敵となったのは初代の王サウルでありました。そのサウルは神様によって一族もろとも滅ぼされてまいります。その時ダビデが神様に捧げた感謝の祈り、それが今日のところであります。ではまず御言葉に聞きましょう。詩編18編20節から30節。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟を私は遠ざけなかった。私は主の前に全く私の罪から身を守る。主は私の義に従って、また御目の前の私の手の清さに従って私に償いをされた。あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる目は低くされます。あなたは私の灯火を灯され、主、私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。ダビデは王様になるその道のりで、また王様になってからも実にたくさんの敵や多くの苦労から神様によって助けられ守られてきました。ダビデは自分が神様によってこのように守られた理由をこのようにこの18編の中で語っています。20節です。見てください。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。同じ言葉は24節にも繰り返されています。ここに出てまいります償うという言葉ですけれども、この言葉は私たちにまるで神様が何かダビデに損失を与えてそれを埋め合わさなくてはならない負い目があるかのように感じますが、ここはそのような意味ではありません。神様がダビデの生き方、ダビデの心がけに応じてそれに報いてくださったという意味です。そうしますとダビデは本当に神様に十分に報いられるに足る立派な生き方をした人、一つの過ちもなく生きた素晴らしい方だから、彼の手の技に従ってそのような神様からの祝福をいただいたのだと、そのようにも受け取られます。もしそうだとしたならば、とてもとても私たちがそのような人を目標にすることは私たちには気遅れしてしまうように思います。しかし聖書を通して私たちはダビデ王が一つの過ちもなく生きた王ではなかったことを知っています。彼はたくさんの失敗やまた迷いやうろたえがあったということを聖書は隠すことなく書いていますから、私たちはダビデもまた罪があったし失敗があったということを知っています。ではダビデはどうして
神様から守られ祝福されたということに、彼は自分の手の技に従ってと語ることができたのでしょうか。その理由として挙げていることを2つ見てまいりたいと思います。1つ目は23節です。お読みいたします。私は主の前に全く私の罪から身を守る。この言葉があります。ダビデは自分が決して完全な人間ではなかったということを知っています。むしろ弱い人間、愚かな人間、本当に失敗しやすい人間であるということを彼は最もよく知っていた人だと思います。彼が素晴らしいのは、自分が罪を犯したということに気づいたときに、あるいは失敗したということを知るたびに、深く悔い改め、頭を垂れ、主に許しと癒しを乞うたということです。そして、同じ失敗の道を歩まないように、同じ過ちに道をそらさないようにと、ダビデが本当に祈りの中でその心を注いだということが、彼の素晴らしさだということがここでわかります。それがこの23節、私は主の前に全く私の罪から身を守るという祈りになったわけであります。私の罪からとダビデが祈りました。ダビデにはダビデが陥りやすい罪の傾向があったことでしょう。私たちはこの祈りをダビデから学びますときに、私たちもまた私の罪からと、自分が陥りやすい罪から守られること、助けられることを具体的に祈っていくことが、また私たちの祈りとして大切ではないでしょうか。不愛想になりやすい自分とか、お金や異性に強く心を奪われて信仰が後回しになりやすい傾向がある とか、あるいは身内不義が強くっていつも心に平安がないのだとか、きっと人それぞれには私の罪というものがあることと思います。ダビデの祈りを学ぶときに、私たちは自分の罪を思いながら、ダビデの言葉を持って祈りましょう。私の罪から私の身を守ってくださいと。そして2つ目のことを入ります。それは28節です。お読みいたします。あなたは私の灯火を灯され、主私の神は私の闇を照らされます。もうすぐアドベントに入りますよね。今年も4本のろうそくに1本ずつ火を灯しまして、クリスマスを待つ教会も多くあると思います。クリスマスは冬至に合わせて置かれた祭典とも言われています。冬至は最も夜が長く闇の長い時間を意味しています。この闇の深さは、社会の深さ、闇の深さ、私たちの闇の暗さを表していると言います。ダビデは神様に、私の姿を輝かしく飾ってくださいと祈るのではなくって、まず私の闇を照らしてくださいと祈った祈りに学びたいと思います。ダビデが自分の闇を照らしていただくことが、自分の幸いな道をしっかりと見つめる恵みにつながると知っていたこの祈りを、私たちはまた祈りたいと思います。この闇を照らす灯火ですが、もう一度28節の1行目を読みます。あなたは私の灯火を灯され、神様が私たちに灯火の火をつけてくださる。それはまさにこの QT の時、神様の前に出てディボーションを持つ、御言葉を開く、祈る、そこで私たちは闇を照らす灯火が私たちにつけられるのであります。神様と呼びかける、あなたの祈りは聖霊の火をつけて、あなたをことごとく照らして見せてくださいます。主の前にいつもこの灯火をつけていただくために出てまいりましょう。
寒さが厳しく、夜が明けるのがだんだん遅くなってきて、起きるのが億劫になる、そんな季節がやってきました。こんな時、私たちは夜休む前に神様に、明日の朝私を起こしてください、神様に灯火を灯す時間がちゃんと取れますように、私を助けてその時間を作らせてくださいと祈って休んでください。あなたの願いのあるところに神様の恵みが働きますから、お祈りをいたします。天の神様、私たちはあなたが灯してくださる灯火によって自分の闇を照らすことができ、そして心の中に何があるかを見つけることができます。ダビデの祈りを学んだ私たちは、ダビデがそのようにして助けられていったように、私たちもまたダビデから教えられて、あなたによって照らしていただき、またあなたによって罪から守っていただくことを丁寧に祈る祈りの時を毎日持たせてくださいますように、これからもこの時間の中で私たちをよく生かしてくださることをお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。